おかえりなさい。どうもどうも。お猿のゲッチュ大変だったみたいね。いや、そこまでではないです。新しいメカを開発してみたの。あ、うわ、これを使うといろいろな姿に変身できるのよ。そうなんですよ、3からなんだけど。変身？何ができるの？いや、変身ができるんだよ。それは変身してからのお楽しみ。すっごいアクションができちゃうんだから。本当に？もちろん。やった！今はまだ準備中だけど、次のステージへ行くときに渡すわね。うん。何に変身するかはその時に発表します。こうね、こう変身することで動きとか全然変わるので、それがね、3の楽しみですね。楽しみというか醍醐味をめちゃめちゃ使ってる気がするけど、サルモンのちっとも動かない城、ハウルの動く城かな、森の猿さんね、森のクマさんかな。こうタイトルをね当てるのちょっと大変だよね。こうテレビ番組に詳しい人じゃないと。36回目のウェディングとかちょっと全然わかんないもん。で、ハウルの動く城行こう。サトルくん、じゃじゃーん。第1弾の変身はファンタジーナイトよ。うん。この変身データを懐かしいバトルギアにインプットするわ。はい。防御と強い攻撃が特徴なの。最初はトレーニングスペースで練習するといいと思うわ。うん、トレーニングスペースへ行ってみる？行ってみましょう。じゃあファンタジーナイトはね、結構かっこいいかな。で、これを手に入れると、まあ、チャージですね。こうエネルギーが溜まるので、その時に、こう、あ、合ってたわ。これを押すと、一応全部で、7形態あるんですけど、まあ、まずその1個目ですね。ファンタジーナイト。で、まあ、こう、体験をね、盾と体験をこう、できたりとか、できます。じゃあ次行きましょう。変身ができたので、次ね、盾を持ってるのでこういう風にこうなんかガードがめちゃめちゃできます。よいしょ。ちょっとね、博士のこう一言はスルーでいきます。で、一番大きな違いとしてね、こう猿を殴れる違うんだけどね、猿を殴れるとかじゃなくて、なんていうのかな、ゲッチュのアクションがこの変身形態ごとに全部設けられてて、例えばこの場合だと魔法陣をこうね展開して上にいるやつを全員召喚するとか。続きますよ。これがね、いろいろあります。それは今後のお楽しみです。とりあえず破壊の権限とかしていきましょう。ナイトと言いつつバーサーカーみたいなところがあるけど、まあそれ多分俺のせいだ。よし。全然聞かないもんね俺。もう電話出ないから。行ってきます。で、9匹か。9匹程度ならそんなに。なんか武装してますけど大丈夫ですか？てかこんなセットよく作ったな。全部このメカのおかげかな。はい。あ、なんか家庭のが出てきやがった。危ない危ない。ちょ、あ、じゃあカメラワークがね。なんていうんだ、なんかゼンマイがついてるので、そっちの方を殴ると一発で倒せたりというか、弱点になってるからね、できるので。何、あ、これ分かった、大丈夫。よいしょ。いてててててびっくりした。その武器は飾りというかセットでしょ。それを置いといて、こう歯車があるので、そういうのはね、こうボーコルコルドルドルドルとやると、通れるギリギリで止めればいいんだけど、俺なんか全部開けたくなっちゃうんでね。よいしょ。よいしょ。はい。あ、よかった。
クッキー欲しい。クッキーが欲しいよ。わかりました。もうなんかあるあるファンタジーというかファンタジーあるあるだね。わ、チャージか。一応ね、こう変身するとあのゲージ使っちゃって30秒しか戦えないっていうなんかヒーローものみたいなね感じなんだけど、で解除すると空っぽになるんだけどね、こうほっとけばチャージしていく感じですね。で普通の状態よりもこう伏せてる状態が良くて、さらにこうやってね気配を消してる状態の方がチャージが早くなったりしますっていうね。よいしょ。でこの辺は、あ、鎧着てるやつがいるな。そういうやつは力の差を見せつけてやらないといけないね。で見せつけられたな。ブルヤ、よし。過剰防衛な気もしないでもないけど、でもね、はい、ブルヤ楽しくなっちゃうからしょうがない。でまあ変身中にあのゲッなんかあのチャージのやつ取ればあの満タンというかね、新しくこうゲージがね回復してくれる。熱い、タイミングを間違えた。でこいつをよいしょ、はい、ちょっと待って、これエクスカリバーじゃないのか。スルーしそうになったから、ちょ待って、よし、随分とヘナヘナな、随分とヘナヘナなエクスカリバーですね。で次はやべえな、またか。てかいるぞ、なんか待て、いて、ちょ待て、はい、花垂れ小僧が見たいテレビがあるの。あ、ちなみにこうやってねこうくるくる回すと大体どの辺にいるかっていうのも分かるようになってます。よいしょ、よいしょ。で鎧のやつは基本的に引っぺがしてからの方がいいので変身していきましょう。いててて、うえや。あ、これ見たことある、なんか知ってる気がする。ガラスの靴でしょ。姫、姫お迎えに上がります。モンデレラだった、名前見てなかった。めっちゃパクリやんけ。いて、やばいやばい、間合いの取り方。いるね、おいよ、間に合った。あとは、あと2匹か、見えないよ。お、いるね、ウキと。ウキンス、まあ多分美女と野獣ですね。特にムービー入るのかい。お構いなしでいくぜ。よし、はい、まとめて、やった
送り返してやるぜ。結構俺やばいやつになってる気がするけど、まあしょうがない、しょうがないね。これも世界のためだ。しかもあの斬撃じゃないから、あのあくまで打撃だから、打撃でちょっとしびれさせるだけだから何の問題もないはず。ほらあの麻酔薬みたいなね、動物がの逃げたらこうビッとねやらせてね、あの捕まえるみたいな、そういう感じですっていう言い訳でした。とでボスかな、めちゃめちゃあっち死ぬ。あの相手小学生なのでちょっとその辺あの分かってます。こっち小学生ですよ、9歳か10歳ですよ。そのドラゴンかっこいいね。ほらドラゴンに夢中な小学生ですよ。こいつは高名なナイトを自慢の炎で何人も倒したドラゴンなんじゃぞ。いや嘘だろ、最近作ったよな。そんな風には見えないけど な、このウッキーホワイト様が作り上げたドラゴンをバカにするとは。あれ多分テレビ番組だからなんだろうけど、こっちだよ。あのおかしくなったみんなを元に戻せ。ボスはあの5人いますね。あのスペクターの配下のウッキー5っていうんですけど、まあ、あのレンジャーものですね。命令って誰からの命令なんだよ。そんなものスペクター様に決まっておろうが。スペクター、しまった、スペクター様の名を出すのは禁じられておったのを忘れていたわ。口が軽い。おら小僧、貴様のせいじゃぞ。自分で勝手に言ったんじゃないか。うるさい、秘密を知られたからにはこのまま返すわけにはいかん。血のレベル、ここあの同じくらいですね。小学生とシナリオ変更じゃ。えちょっと覚悟せい。そりゃ変身、とりあえず変身しとくか。危ない危ない、焼き取りに行ってやる。で多分オーバーヒートするのか、あ合ってた、覚えてんね。ちょっと待って、ちゃ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 、こうチャージしてないといけない。あ、よかった、無理や無理や、弱いぞ、おい、あ、ちなみにこいつなんか、なんかないの、聞く耳持たぬわ、はい、ま、残る余生は檻の中で過ごすんだな。よしで、まあこうボスを倒すとテレビ局が潰れるので、まああと残り4局あるわけですね。4局はあと5局か、スペクターの分も中入るから。さて他の、テレビ局も潰していきましょう。残念でした。面白いことが起こるものだね。余裕だね。ちょっと挨拶でもしに行こうか。賛成だ。それでは早速準備に取り掛かろう。しばらく待っていてくれたまえ。トニー・スタークじゃないけど。そう、
やっぱり今度もスペクターが関係しているのね。そうだよ、うっかり漏らしたから名前。聞いたことあるような。そっか、二人は知らなかったわね。スペクターというのは高い知能を持ち、人間を支配しようとしたちょっぴり危険なピコ猿よ。ちょっぴり、もともとはモンキーパークの人気猿だったの。でもピコヘロをかぶったせいで悪いところが芽生えて、今はピコ猿たちのボスみたいなものかしら。ボスではない、偉大なるリーダーだ。で、あのパンツみたいなのをかぶってるんですけど、あれもちゃんとピコヘルですね。なんかあの強力らしいです、他のピコヘルよりも。あと毎回飛ぶ椅子に乗ってふんぞり返ってますね。でも安心したよ、今度の相手も間抜けそうでさ。何言ってんの、あんたこそさっさと降参しなさいよ。多分血の質は同レベルだぞ。僕がまた捕まるだって。同じ失敗は繰り返さないために、今回はある人間と組んだのさ。その人間、私のことだね、スペクター君。そう、人間にして人類最大の脅威、ピコサルに見入られた完全無欠の科学者。28歳独身、身長190センチ、カッコ頭髪込み、体重65キロ、カッコ頭髪込み、好きな言葉はパーフェクト。そして知能指数は驚異の1300。やべえじゃん、マジで。私、ドクター・トモウキンなのです。よく覚えておきたまえ。何をやってるんだ。なんか IQ200 くらいみたいな感じで覚えてたんだけど、1300って。まあとにかくお前たちなど恐れるに足りんというわけさ。さっつらい。久しぶり、智明くん。頭よかったわね。バキエさん。いいか。ささスペクター君、いつまでもこのような者たちに関わっている暇はない。次の準備と行こうじゃないか。というわけだ。おとなしく僕たちのテレビ番組を楽しんでいたまえ。ま、どうしても挑戦してくるつもりなら遊んであげてもいいけどね。じゃあね。See you。 いや、See you はわかるだろ、さすがに。ところで、秋江さん、あのおじさんと知り合いなの？昔、ちょっとね。そんなことよりも、さっさとスペクターを捕まえちゃいましょう。まあ、いろいろあったんですよ。後にわかる。1300ってすげえな。ウッキーホワイトって今何歳なのかしらね。確か一般人が120だっけ、120くらいが普通の人みたいな感じだったと思うんだけど、あれ違うか。一般よりもちょっと頭いい人が120で、アインシュタインみたいな天才が200みたいな感じだったかな。なので今出た智明さんは、アインシュタインの6倍ちょっとですね。はい、という感じで、一面が終わってキリがいいのでこの辺で終わりにしておきますかね。で、どうだろう、あーなんか増えたかな、ちょっと見てみよう。多分この辺とかに、あるね。あのこのゲージのストックが増えたりするんですけど、まあ足りないし、まあ今度かな。ということで、またね、どんどんあのこうスペクターのテレビ番組を潰していって、まあ最終的にね、箱庭兄弟のチャンネルが乗っ取るみたいな、そういう感じにしていきたいと思います。まあそういう話じゃないんですけど、はい、ということでありがとうございました。また次回お願いします。バイバーイ。